こんばんは、大島拓海です。今回ボンビューへの新入荷情報をご案内させていただきます。最後までご覧いただければと思います。まずアメリカ軍のミリタリーウェアからいくつかご紹介させていただきます。まず一つ目がアメリカ軍の M43 です。サイズ表記がちょっともう読み取れなくなってしまってるんですが、多分34もしくは36ぐらいになるかと思います。ちょっと着てみたいと思います。これぐらいのバランスです。私が着て、まあ、ちょうどいいぐらい、ジャケットの上から羽織ってちょうどいいぐらいのバランスかなと思います。もうすでに前回販売させていただいたものでもお伝えをしましたが、袖口だったりいろんなところにやっぱりコットン100なのでダメージが出やすいアイテムにはなるんですけども、まあ、こういうところが切れてたりします。ですが、まあ、全体的に古着らしいいい雰囲気が出てるんじゃないかなと思いますので、まあ、フィールドジャケットの2着目3着目にはすごくいいアイテムかなと思います。フィールドジャケットの元祖になりますので、ぜひお好きな方よろしくお願いします。はい、続きまして、M65 です。スモールレギュラーで、これは多分サードなんですけども、ジップがアルミジップに変えられてます。ちょっと特殊な仕様になってます。まあ、その変えられてるのか、もしくはもともとこういうフロントがアルミジップでフードのところがブラスのジップの仕様なのか、ちょっと何とも言えないんですけども、ただ80年製なので多分フロントジップだけ変えられたんじゃないかなと思います。これぐらいのバランスです。私がいつも着てるのがスモールレギュラーになりますので、まあ、いつもの雰囲気に近いかなと思います。こんな感じです。まあ、アルミジップ全然違和感ないので、そんなにこう嫌じゃない修理かなと、個人的には思っております。かっこいい雰囲気かなと思います。ちょっとこういうところにステッチのミスみたいなところとか、あとは背中にこの部分ですね、に補修跡、裾にもありますけど補修跡があったりしますが、雰囲気は抜群にいい、かっこいいアイテムかなと思います。続きまして M65 のスモールレギュラーぐらいだと思われるアイテムです。サードタイプになります。これはちょっとサイズ表記がもうなくなっていてわからないんですけども、スモールレギュラー気持ち大きめかなというバランスかなと思います。こんな感じです。生地の状態はまだ抜群にいいです。本当に綺麗な状態なので、レッドストックに近いというか、こうまだパリッとした生地感が残っておりますので、非常にいい状態かなと思います。今回紹介する M65 の中では一番多分状態がいい一品になります。続きましてサードタイプ M65 です。ミディアムロングです。意外とロングサイズが見つからなかったりするんですけど、これぐらいですね。175センチぐらいから80センチ弱ぐらいの方で着ていただけるかなと思います。若干シミとか汚れがありますが、まあ、全体的に雰囲気は悪くないと思います。そんなに嫌な汚れ方をしていないかなと思います。生地の状態はまだちょっとこう張りがある、まだいい状態が残ってますので、まだ全然普通に着ていただける一品じゃないかなと思います。あとはジャングルファティーグです。ラージレギュラーです。まあ、ちょっとラージなのでかなり大きいんですけども、多分これも175から180センチぐらいの方でちょうどいいと思います。こんな感じです。これはもうフォースタイプですね。リップストップのラージレギュラーになります。まあ、ワッペンがいろいろついていたり、ワッペンの剥がし跡がちょっと残っていたりはしますが、もうかなりお値段は今の相場でいうと結構安めにこれは設定しておりますので、気になる方はよろしくお願いします。ラージレギュラーになります。でもう1点がジャングルファティーグスモールショートです。これもフォースタイプで、これも同じようにダメージが結構ありまして、襟周りちょっとミシンで叩いていたり、あとまあ全体的にちょっと使用感はあるんですけれども、なのでこれも今のジャングルファティーグの相場よりはだいぶお安くしておりますので、着てしまえば襟元はそんなに見えないので、まあ問題なく着れるかなと思っております。まあ、それ以外の大きなダメージはありませんので、まあ雰囲気よく着用できるんじゃないかなと思います。でここからちょっと毛色変わりまして、ランチクラフトですね。 JC ペニーのワークラインですかね、のツイル素材オフホワイトのジャケット、ちょっとサイズ表記ないんですけれども、まあ、多分60年代ぐらいの一品だと思います。
私だとちょっとオーバーサイズなのでジャケットの上からも十分着れるぐらい、やっぱりこういうのをウールパンツに合わせたりするとすごく上品でかっこいいですし、この上にこうバルカラーコートとか羽織ってもすごく洒落てると思いますので、まあ、デニムジャケットよりもさらに上品に着れるあのトラッカージャケットとして一着あるとすごく便利だと思いますのでよろしくお願いします。状態はかなりいい方です。続きましてブルックスブラザーズのトレンチコート、アメリカ製です。サイズが38というサイズです。まあ、これぐらいですね。私でギリギリいけるかなという感じですかね。もう気持ち大きい方でもいいかもしれないです。175センチぐらいの方でもいいかもしれないです。あのちょっと重心が全体的に下がっていて腰のベルトの位置もちょっと低めですし、まあ、これぐらいの位置になるんですけど、ボタン位置もやや低いかなという感じなんですが、なのでまあ75センチぐらいの方が着ていただくとちょうどいいんじゃないかなと思います。あの生地の状態かなりまだいいです。でアメリカ製っていうのもなかなかグッとくるポイントかなと思いますし、あの雰囲気は本当に抜群にいい、本当に軽いコートなので、まあ、スプリングコートとして使っていただくにはぴったりかなと思います。かなりいい、色目もすごくいいですし着やすい一品だと思います。ブレックスブラザーズのアメリカ製のトレンチコートです。ちょっと珍しいところで1点紹介します。同じくトレンチコートで、ピエールカルダンです。でイギリス製のピエールカルダンデッドストックです。ちょっと肩パッドが入っているので少しこう構築的な感じになるんですけど、割とスーツのスタイルとかには割と収まりがいいかなと個人的には思ってます。まあ、私ぐらいの方に着ていただくと本当にバランスがいいんじゃないでしょうか。でそれぞれの、まあ、例えば袖口だったりあとベルトだったりエポレットも全てあのダブルリングになってまして、ベルトじゃなくてダブルリング仕様になってます。そういうところがちょっとデザインされていて面白いですけど、作りは割と本格的な作りです。生地感も薄め のスプリングコートとして本当に使いやすい一品だと思います。雰囲気抜群にいいデッドストック、綺麗な状態なのでサイズが合う方はぜひよろしくお願いします。で最後がバーバリーのバルカラーコートです。イングランド製です。あの1枚袖ではないんですけれども、私が着てちょうどいいバランスになります。これぐらいです。あのバーバリーとかアクアスキュータムとかここの肩の部分にスペースを作っているので、あの肩がこう浮いてしまうんですけども、あのこれは割とサイズがもともと小さいサイズなので、あの私ぐらいの体型の方であの本当にバランスよく着ていただけるサイズ感になっております。全体的な生地の雰囲気はいいです。ライニングに少し毛玉になってるんですけども、まあ、それでもそんなに、まあ、ライニングですし気にならないかなと思います。まあ、大きな汚れもなくサイズ感も、まあ、私ぐらいの方であればちょうどよく着れる一品だと思います。多分これウールのライニングが取り付けられるジップがあるんですけど、まあ、それはもうなくなってしまってますが、まあ、それ以外大きなダメージみたいなものはなく、すごくいい状態だと思いますのでよろしくお願いします。ボタンの要は内側の力ボタンがなくなってます。まあ、それ以外は大きな問題なくいい状態だと思います。やっぱりバルカラコートは本当にあると便利なので、あのお探しだった方、特にこう今紹介したバルカラーとトレンチの要はスプリングコート的なものっていうのはこれからの時期本当に活躍すると思いますので、ぜひクラシックなアイテムを手に入れていただければと思います。はい、今回の入荷は以上になります。またこちらでご紹介させていただきますので楽しみにしていただければと思います。それでは、終了させていただきます。どうもありがとうございました。